フランクリン・ルフラーに、フランクリン・ルフラーには、アルジェリアアルジ生まれ、スマイリー社代表取締役。多くの国で、スマイリーフェイスと、スマイリーという名前の登録商標と著作権を所有している。フランクリン・ルフラーには、50年間以上ジャーナリズムの世界におり、ライセンス産業でもリーダー的な立場にある。フランスソアール・アルカミのジャーナリスト及び広告代理店。 マシウスランダのコピーライターとして1960年に活動を開始。1969年にルフラーにはフランスの出版社アシェットの像のババール及び同社のその他のキャラクターの反権を対応する反権武将を発足。1972年ルフラーにはスマイリーフェイスを商標登録し使用を促進した最初の人間となる。 新聞フランス・ソワールの面白いニュースを目立たせるために使用した。このデザインを単純にスマイリーと呼び自分の会社であるナレッジマネージメントインターナショナル社で半券の対応を始めた。1973年、ルフラーにはマーベルコミックスの半券エージェントであるジュニアプロダクション社の会長及び取締役に就任。ハンナバーベラ。 ラリー・ハーモン及びその他のメジャーな米国のグローバルな版権所有者及び人気を獲得したゴルドラック、プリンス・サファイアその他多数の作品の版権エージェントとなるジュニアプロダクション社の会長及び取締役に就任。1977年テレジュニア SA を設立し会長及びパブリシングディレクターに就任。1978年さらにテレパラードの パブリッシングディレクターにも就任した。ルフラーには当時、半券所有者の認知度を高めるために雑誌、レコード、テープ、ビデオテープの出版と配布に革新的なステップを取り入れることで大きな貢献を果たした。メディアキャンペーンとパブリッシングを通して、半券所有者を支援したはずの半券エージェントとなる。 1980年、ルフラーニは SPPS の初期長に指名され、同年8月にはファムドージェルドゥイの一部署として、サールジュニアドージェルドゥイを設立。ルフラーニの出版業界での知名度が上がるにつれ、1981年には、会 NPHP の相談役メンバーに就任。その後1984年には、会 NPHP の広告コミッションメンバーに就任している。 1981年10月、ルフラーニはファムドージュル・ドゥイから、サール・ジュニア・ドージュル・ドゥイの株式を購入。またジュニアプロダクション社のテレ・ジュニアをの所有権及び利用権を獲得。この期間中、フランクリン・ルフラーニは継続して、スマイリーをグローバル半券所有者として成長させ、1996年に、ロンドンでルフラーニの息子であるニコラ・ルフラーニが、スマイリー社に入社。 親子でスマイリーの半券会社を設立1971年からフランクリン・ルフラーニが管理した既存の半券を引き取る。1971年、ルフラーニはフランスを代表するフランス・ソワール氏のピエール・ラズ・アレフに塞ぎ込むようなニュースが多くなったこの時代にわずかな幸せ感を吹き込むようなキャンペーンを立ち上げるようにという要請を受ける。ルフラーニは 楽しいニュースを目立たせるシンプルなロゴのアイディアを思いつく。このロゴは1971年に品物とサービスの分類1、2、4、9、14、15、16、18、20、21、24、25、28、29、30、32、33、34、35、38、39、41で インピに正式に登録された。フランスソワール市で行ったルフラーニの幸せ感を促進するキャンペーン、スマイルする時間を作ろうで、スマイリーロゴは1972年1月1日に誕生。この時初めてスマイリーロゴの所有権が発行、登録された。このプロモーションが人々の注目を集める前に様々な業界においてスマイリーの反見の機会は訪れ、 大きなマーチャンダイジング現象を引き起こした。スマイリーキャンペーンは、オランダのデテレグラーフ紙、スイスのブリック紙、スペインのラバングアルディア紙にも広がった。2005年、ルフラーには、事前団体スマイリーワールドアソシエーションを創設。企業の収益を、世界中の社会的プロジェクトのスポンサー提供に、投入。オフィシャルウェブサイト、ありがとうございます。